事故機と同型機の日本航空の DC-8 の62日本航空サンフランシスコ案着水事故は1968年に発生した航空事故であり大型航空機の世界初の操縦ミスによる着水事故1968年11月22日日本航空002便は東京羽田空港を出発しサンフランシスコを経由して ニューヨークに向かう飛行計画であった。零零2便は DC-8 から62で運行していた。当機には乗員11名と乗客96名が搭乗していた。当日のアメリカ合衆国のサンフランシスコ湾上空は朝霧が発生しており、指定は1 5トル霧高は9 0ルであった。零零2便は サンフランシスコ国際空港への着陸効果を行っていた。002便は午前9時22分に霧を抜けたが、操縦上員らが下に見たのは空港の滑走路ではなく海面であった。機長は直ちに着陸また行するために機種を上げ、エンジン出力を最大にしようとしたが間に合わず、右車輪から海面に突入し着水した。着水地点は、 サンフランシスコ空港の滑走路から5トル、サンマテオシコ用手岬ヨットハーバーから5 0 0ル沖合の海面であった。機体には大きな損傷はなかった。また、降着装置の開口部から浸水したことからすぐに水没し始めたものの、海底に車輪が届く程度の水深であったため、機体の4分の1が沈んだところで止まった。乗客たちは、 救命胴衣をつけ、非常口から主翼に脱出し、そこから救命イカダに乗り移った。空港管制等から沿岸警備隊に遭難したとの連絡が迅速に行われたため、直ちに救助が行われ、救命イカダは海岸に栄光された。乗客たちは空港周辺のモーテルで休むことができた。この事故では、乗員乗客107名全員が無傷で救助された。事故発生当初、 運航乗務員が、景気の数値がおかしかったと証言したことから、景気異常が疑われた。しかし1970年6月30日に、運輸省航空事故調査委員会は、原因は、所定の飛行方式からの逸脱によるものであり、この逸脱は、同形式機に装備されている装置について完熟しておらず、使用する頻度の少なさが不適正な操作につながったと、する操縦ミスとされた。 事故後、岡田屋で運用中の事故機事故機には大きな損傷もなく、1967年7月に日本航空が新型機として購入したばかりであったため、事故現場から引き上げられ改修工事が行われた後、運航に復帰した。しかし報道で滋賀号が大きく取り上げられたため、愛称は日高に変更された。 その後も1974年に発生したシンガポール事件で日本赤軍メンバーの移送特別機として使用され、1983年に退役するまで運用された。事故が起きた日本航空零零二便は現在も目的地が変わったが、東京国際空港発サンフランシスコ国際空港行きの便として毎日運航中である。 機材はボーイング777から 300ER である。緊急着陸の類の意図的な着水ではないので、富士着水事故ではない。https://www.jal.co.jp/.intel/.savi c e ラ o シ e n s sky.suite.html。ありがとうございます。